ヘビー級です。このヘビー級にもキューバの選手が決勝戦に残っています。オルダニエル・ソリス、オリンピック3連覇をしてキューバの英雄と称えられたフィリックス・サボンの後継者と目される選手です。世界選手権を連覇しています。対するのはベラルーシのズエン・ビクタル。昨年の世界選手権では銅メダル、今年のヨーロッパ選手権では銀メダルを獲得しています。キューバのオルダニエル・ソリス、このソリスのボクシング、一つ渡辺さん注目になりますね。そうですね、まあ、強打はありませんが、スピードとテクニックでは世界一だというような話も伝わっていますけれども、はい、オリンピック3連覇はですね、サボンじゃなくてステベンソンという選手。サボンはシドニーまで3連覇をしていますね。その前に、モスクワまで3連覇をしているのが、はいはい、そのソリスと対戦しているのは、はい、ベラルーシのビクター・ズエフです。そのベラルーシのズエフが2ポイントリードしました。91キロのヘビー級です。前に出ていくのはベラルーシのズエフ。青がそのズエフ、赤がキューバのソリスです。そのソリスの右、ポイントは同点です。ソリスがボディを狙って、そして上も狙っていきました。ここまで差はついていません。ポイントリードしているのはベラルーシのズエフです。ヘビー級にしては2人とも動きはいいですね、あまりもたもたしてませんから。180センチのソリスと184センチのズエフです。ズエフが1ポイントリードしています。残り第1ラウンドは10秒。6対5、1ポイントをキューバのソリスがリードして第1ラウンドを終わります。この第1ラウンドを見ての渡辺さん、印象はどんな感じですか？そうですね、キューバの方はもう軽く流しているような感じで、それでよくあれですね、ベラルーシ反撃してますよね、キューバのヘビー級といいますと、先ほどお話があったミュンヘンからモスクワまで3連覇したステベンソン、そしてバルセロナからシドニーまで3連覇したサボンという選手がいますけれども、その選手たちに続く選手というふうにこのソリスは言われています。伝統的にこのヘビー級は、まあ、かつてアメリカの独壇場だったんですけどね、ここのところキューバで全部占めてますね。かつてはアメリカには、まあ、世界チャンピオンにもなりましたジョー・フレージャーですとかジョージ・ファーマンといった選手がこのヘビー級では活躍をしましたが、その後はキューバ強いですね。そうですね、ここまではポイント同点です。足を使ってパンチをかわしますソリス。前に出ていくのはベラルーシのズエフです。ボディを狙うソリス、左を牽制し合っています。右から左ズエフを入れてきました。今度は右のフックは大振りになります。1ポイントリードしているのはキューバのソリス。詰めていきますがパンチがありません。右が入りました。タイミングよく右のフックが入ります。ソリス、このパンチはスウェーでかわします。10対8、2ポイントリード。キューバのソリス、フェイントを入れてきました。右左、いい左フックが入ります。冷静に何か相手のパンチを見極めている、そんな印象がありますね。そうですね、非常に落ち着いて。2001年2003年の世界選手権を連覇しているキューバのソリス、13対9、4ポイントのリードを奪いました。
飛び込んでの右から左、ああクロールの後ろい、グローブの後ろいナックルパートの部分で当てませんと有効打にはなりません。今手首のところでパンチを打ってしまいました。第2ラウンド終わって13対9、4ポイントキューバのソリスがリード。確かに渡辺さんのお話あった通り、前半は何かこう冷静にといいますか余裕も感じられるようなそんな内容でしたね。そうですね、ちょっと抑えてる感じですよね。そして相手の動きを見極めて第2ラウンドは7対4、トータルで4ポイントの現在リードを奪っていますキューバのソリス。ラインに出たいベラルーシの強くですが右のパンチから放っていきました。サウスポーの強く左、今度は左手を打ってきました。返しの左フックが当たります。ソリス6ポイントの差がついています。キューバーここまで金メダル1つ、銀メダル1つ。このソリスは第3ラウンド15対9リードしています。5ポイントリード、左から右飛び込んでの右です。ゼーフの左、飛び込んでの左、左のフック、今度はソリスが返します。この左は当たりません。逆に飛び込んでくるところソリスのパンチが当たっています。今度はソリスから入っていく。第3ラウンド間もなく残り30秒です。前に出ていくズエフですがパンチは出ません。ここは有効ではありません。離れ際にボディを打ちましたゼフ。ガードを下げてソリスは少し誘うような感じですがズエフのパンチは出ません。ソリスが右、ソリスの右当たりました。17対11、6ポイントリード。第3ラウンド終了です。パンチの一発一発にそれほど重さは感じられませんが、やはりこのディフェンス含めてテクニックというのはソリス非常に勝っている、そんな印象がありますが。そうですね、打った後のディフェンスもいいですね。打った後と必ず打たれやすいんですけども、それは全然ない、だからこれは非常に参考になると思いますよ、確かに離れ際のところですね、打った後打つ前っていうのはそれぞれみんなね、打たれるチャンスがあるんですから、この後のところですね、この離れ際はしっかりガードを固めました。最終第4ラウンドに入っています。ヘビー級の決勝戦です。今度は飛び込んでいっての右がソリス当たりました。18対11、準々決勝ではベネズエラのバスケスにわずか4ポイントしか許せなかったというところからもそのディフェンス能力の高さがよくわかりますが、キューバのソリス右、今のスウェーも非常にうまい、7ポイントのリードを奪いました。ソリスが足を使う。第4ラウンド残り1分を切りました。この5階級のうちキューバの選手が3人決勝に進んできました。ここまでは金1つ銀1つ。ソリスは第4ラウンドに入って19対12、7ポイントのリード。攻めてくるところにタイミングよく逆に前に出てソリスがパンチを放っていきます。この辺りは前に出るズエフに対してひらりひらりとソリスがかわします。残り30秒を切りました。第4ラウンド20対12、21対12、9ポイント差が広がりました。第4ラウンド残り15秒というところ、的確にゼフの体にパンチを打ち込んでいきます。ソリス
優勝候補の一人と目されていたキューバのソリス、21対12と大きくリードして第4ラウンド、まもなく残り5秒です。1秒、ここで試合終了。キューバのソリスがヘビー級を制しました、金メダル。そして岡上さん、この表情です。そうですね、ほとんど変わりませんね。金メダルを獲得してこの表情ですからね。これで3連覇ですか。いや、ソリスはまだオリンピックはこれが初優勝ということになりますね。まあ、シドニーまで3連覇していたサボンの後継者と目されている選手ですから、非常にプレッシャーというのも感じていたというような話もあるんですよね。それはあるかもしれませんね。期待されすぎ、当然に勝てる相手になります。でもこのベラルーシもですね、よく動きましたね。この5階級のうちキューバが2つを制して、そしてロシアも金メダルを取りました。全体でどんな印象でしょうか。まあ、予想通りですね、キューバロシアの活躍が目立って、それでアジアとしてはタイですね、タイの優勝がありました。それからカザフの動きも悪くなかったですね。北朝鮮の選手はまだ若いですから、これからもやっぱり期待できると思いますね。まだ20歳のキム・ソンミンですね。はい、まあ、今日の、キューバの選手やロシアの選手の戦いぶりから日本の選手が学べるようなことというのはどんなところがあるんでしょうかね。はい、そうですね、まあ、今の画面に出た打ち終わった後のディフェンス、それから打とうとしていくときのですね、防御ですね、そういうのが非常に基本としてみんな身についていますよね。まあ、その辺をこういうテレビを見ながらですね、学んでもらいたいと思います。まあ、今大会日本人ただ一人の出場の五十嵐俊幸選手は初戦で敗れましたけれども、まあ、こういったところからたくさん学んでまた次につなげていってほしいですね。そうですね。この試合の解説は日本アマチュアボクシング連盟副会長の渡辺誠一さんでした。渡辺さん、どうもありがとうございました。どうも失礼しました。残り6階級の決勝戦は明日行われるという予定になっています。ボクシングの結果です。フライ級はキューバのガンボア選手が決勝で終始主導権を握り判定勝ちして金メダルを獲得しました。フェザー級はロシアのチシチェンコ選手が1ラウンドから北朝鮮のキム選手を圧倒して判定で下し金メダルを獲得しました。ライトウェルター級はタイのマヌス・ブンジュモン選手が1ラウンドで奪ったリードを最後まで守りきり判定勝ちで金メダルを獲得しました。ミドル級はシドニー大会で銀メダルだったロシアのガイダルベコフ選手が判定勝ちして念願の金メダルを獲得しました。ヘビー級は去年の世界選手権を制したキューバのソリス選手がオリンピックでも金メダルを獲得しました。シリアのシャミ選手はこの大会でシリア勢初めてのメダルです。ここまでボクシングでした。